サイレントヒルミッドウィッチ小学校にてセノバイト、実装されたセノバイトのチャタラーでやっていきます。というわけで、実装とともにこのスキンが実装されましてですね、これチャタラーっていう映画ヘルレイザーに出てくるセノバイト軍団と呼ばれるね、セノバイトと呼ばれる魔導士軍団の総称ですね。その中のセノバイトの中のデフォルトスキンはピンヘッド様で、このスキンはチャタラーっていう別の魔導士なんですね。はい、この子がスキンとして実装されたから、まあ、実際チャタラーのは鎖を扱えるわけじゃないんやのね。なんでちょっと解釈違いなんですけどっていうファンの方もいらっしゃるかもしれないんですが、いやいい感じに気持ち悪くていいスキンやよなこれよっしゃ、祭るわこれは。んでさ、このチャタラってなんか俺も知らんかってんけど、ネメシスに似てない、似てると思いませんか、バイオハザードの。そう、あのネメシスのモデルになってたらしいんよ。やってる。あー、ちょっとこの壁の向こうか、くそミスった。まあいいか、針刺したとこで意味ないもんな、びっくりさせるという目的ぐらいしか。ちょっと発電機遅れさせることができたかな、針刺せればね。まあいいや、ナイスデッドロック。あ、これいいね。あ、おじいちゃん、いつの間にすれ違った今の。襲いかかろう。んで、これ、玩具が効いてるから、忘却状態なはずなよな。よし。OK! いい感じに使えた。まあ、これでいいんやろうね。よっしゃ。で、さらに、この白いフックに吊るすことにより、悶絶のフック。愚痛という名の賜り物、はい、あなたは重症状態になり、回復したら修理も遅くなる。どうか、ちょっと発電機切りたかったかよ。どこ、こっち。おお、デビキン、はい、中の人います。板は使わないと。一発よいしょ。そう、今回は実績解除を狙ってて。よっ。よし。あ、ちょっと無理かな、板前やし。いや、無理やんな、そんな気した。ここは素直に倒させるしか無理な板やったかな、セノバイト的には。実績解除狙いで、固有パーク3つのみでちょっと挑んでるんで、釣り回数増やしたいんよな。けど、発電機もしっかり見守りながら頑張らなきゃ。よっしゃ。で、デッドロック上の方の発電機されてるから、あそこが回ってんねんな。これ回してる途中だろうが強制的に閉じるからいいよな。はいはいはい。で、30秒閉じるから離れるしかないし。デッドロックは普通にいいパーク。これ使って、今後いろんなキラーに移植して遊んでいきたいよな。玩具も忘却パークやしね、ちょっと他の忘却パークとかと合わせていろいろ遊んでいきたいとは思っております。いいね、こんな回りかけの発電機交代できるのはでかい。ここにイタチ持ってるともっといいんやろな。レッドロックで進んでる発電機特定して、イタチでちょっと遅れていって交代させる、このコンボは普通にいい気がする。堕落イタチデッドロックみたいなね、策的にもなるんじゃないかな。そこの発電機回してたんじゃねって思えるからね、うん、確実かどうかわかんないけど。よっ、あ、いる。うん、ここはやってない、ここは交代したまんまで。お、今コツコツ、あ、いいね、鎖の音が下から聞こえたから、こっち側来てるかなっていうふうに思えたね。あ、いる。いいっすね。君の方がやりたかった。お、いやー、飛ばないかな。クラーデビキンやりたいところ。
いいね。負傷も多くね、できていける。おっしゃ、ラッキー。なんだこれ、一発殴れへんかな。飛ぶよりも、直殴り、直殴り。今回、アドオンで箱開けんの遅くしてあるから間に合わない。はっ。いやな。いや。はいはい。んじゃ、あ。なんだ？なんか今足を落としたような気がするけど。カサカサカサって。どこや？ん？あ、いいだ。なんだ、チミは。いや、ピカニアつらんわ。悶絶のフック、苦痛という名の賜り物したいからね。あれ、悶絶のフック、苦痛という名の賜り物。オッケー。あ、しかもこの人、玩具か。だからかな。なんか、忘却状態で心音がうまく測れなかった感じの正面衝突したから。よし。ここはめっちゃ交代させよう。これは救助狩り行きたいかな。ちょっと。よし。交差。いや、こっちから行こう。うんうん。この人が回しに来そうな感じもあったから。で、穴から落ちるわけよ。あ、違う違う違う。こっち。いけるか。よーし。今の玩具状態やったんちゃうんかな。あ、当たらん？マジ？ちょっと上すぎたか。なんでチェイス判定入らへんやん。なんかセドバイトってチェイス判定おかしくないですか？なんか PTB の時からなんやけど、なんかチェイス判定、なんか入りにくい気がしてんねんな。あ、っていうか、悶絶のフック苦痛という名の賜り物にさせるための悶絶のフック壊してしまった。だけど、いやー、近いフックがそこしかない。ちょっと待って、これ、つっちゃって飛べるかな。飛びたい。あたし飛ぶわ。調節の横とかにさ、出てさ、ウィース。こうかな。あ、いい、いいですね。うっそ、なんで今の、どういうこと。 しかも刺さってたじゃーん。いやー、この鎖あんまり意味ないな。そう、距離離された時の鎖ってあんまり意味あったわ。よかった。おダメやな。ビュンビュン。待って、あー、くそ、なんか飛んだ。遠いな。いいわ。ここ、こんな板の残り方してると厄介なので、一回全部壊しちゃうわ、これは。で、デッドロックがあそこをなんか足音した、いる。この人なんかえらい近寄ってけへん。助かるけどさ。んで？はい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 。はい。いや、でもむずいな。こういった倒せるから。よし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 。反応遅れたね。じゃあ、あとミンやって終わりやな。あー、なんとか、なんとか。いやー、これ無慈悲いけるかな。ちょっと、発電機直りすぎたかな。発電機を守るもの？光を守るものやったっけ？なんかあのエンブレムが、ねえ、荷台残しぐらいしとかんと無理な気がするが。聞こえない。ういよし。すっ、あ、離れる。あ、うまいな。なるほど。おー、なるほどなるほど。あ、今のいいな。ドゥンって門開いた瞬間に離れんのはいいんかな。今の逃げ方は参考にしよう。まあ、それでそれで鎖に当たっちゃうとあかんねんけどね。鎖は避ける前提で離れると。であれば、あんま離れさせたくないな。
いやこれ無理か。倒さない、元気やな。よっ、よし、やっぱ鎖なんだよな端っこに追い詰めて鎖やな。そうじゃないと逆側から行こうとすると逃げられちゃう。失敗した。よっしゃ、というわけでそのなんだろう、ネメシスのモデルにこのチャタラーがなってたっていうのを知らなかったんですけど、うん、なんかそれって夢のある話やよな。ネメシスがね、バイオハザードのネメシスがモデルになった昔の映画のキャラクターがこの作品デッドバイデイライトの中で一堂に会するっていうのはなかなかにロマンがある話ですよね。これはデッドバイデイライトにしかできないようなコラボレーションだと思うので、結構あの両方知ってたファンの方とかは胸熱だったりするんじゃないですかね。うん、わかんないんやけど俺は後から聞いただけでも結構それ胸熱じゃねって思ったからね。ドキがムネムネするんじゃねって思った。うん、あ、なんで不滅不滅だと、ちょっと待ってくれもう締めに入ろうとしてたのに。あ、いる。そう、チェーンハンティングが起動してるからしんどいよねしかも残り2人やったらさ、箱開けたくないっしょ、自分の場所特定させるし、されるし少人数になってから強いよな、セノバイトちゃん。これ鎖がチャリンチャリになるはずやから、その音でも特定できる。たとえアイアンウィルをつけていたとしても。あのミンはつけてなかった気するけど。つっちゃおう。あー、この辺フックない。悶絶のフック苦痛という名の玉張り物を2個も悶絶割りしてしまったから。残念。遠いよ。よっこいせ。よっしゃ。野生のバイトさ、本人の遊び幅はちょっとまだ未知数なんですけど、パークがマジでいいので、全部遊べると思うねんな、今後。レッドロックとイタチ組み合わせてもいいし、ガングは他の忘却系とか、オーラミエル系と組み合わせてなんか面白そうやし。苦痛という名の賜り物はどう使おうかな。他の遅延系、代来とかと組み合わせたらどれぐらい遅延できるかとかね。そういうの見ていきゃいいかな。こういう構成面白いんじゃねっていうのね。すでに結構メッセージでもいただいてますが、もし何かあれば教えてくださいませ。自分も結構思いついてるのはいくつかあるので試していきます。しっかりでハマチできた、良きね。んで、はい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 。いやー、開けようとすんのは愚策じゃないか、さすがに。で、しかも今回、あ、そうそう、この箱持ってると疲労になるアドオンつけてるんですよ。なんでこの人疲労やから、はい、デッドハードも開け、うん、それうますぎね。うん、それうますぎちゃんね。今の旋回は天才すぎるね。はい、あー、ぐだりすぎね。おい、しえ大変や、ほんまに。あ、やっと終わった。あー、もうちょしぶとすぎるやろ、ちょっと待っておい、おい、よーし、終わった、よかったまあでも今のはなんか、すくってすくってしてくれたおかげで、10釣りできてるもんね。うん。なんか、釣り回数的には稼げたから、実績解除できたんじゃあるまいか。どうだ?ズンズンガーズンズン。あー、冷酷。取れねえなあ。あー、追跡者。あ、チェイス、途中で諦めたりしたからかな。どうなんやろう。ここが赤取れてないんか。そういうことね。あ、でもさ、これさ、あれか、次のランクリセットも20まで落ちるから、やりやすくなるんか。あ、じゃあ実績解除は、ランクリセットあってからでいっか。そうですね。はい。これ点数表示38000って何なん?ケーキ炊いてるから、2倍にはなってて。点数表示もおかしくないか?よくわかんねえ。相変わらず壊れてんな、このゲーム。
よし、終わりだ。どこ行くねん。そんな隅っこに逃げたら、どっ、あ、これ落ちたんじゃん。マジで、ラスト、あ、落ちた。いや、嘘、マジで。4試合中2回落ちてんねんけど、こういうバグがあるらしいです。皆さんお気をつけて。お気をつけようがないけどね、これ。ああ。